無知の種別、一本ムチムチは、人や動物を打つための細長い竹の棒、もしくは、棒状の柄に、革紐や鎖などを取り付けた道具。形状は、紐状棒の先に、紐紐なしの棒のみに大別される。概して、下とは、竹製のものを、無知は革紐を取り付けたものを指す。無知の使用目的は、人間や動物に、刑罰、拷問や調教の目的で、 致命傷にならない範囲で苦痛を与えることである。これらの目的で用いられる無知は、紐状あるいは、男性の大きい棒であり、痛みを強く感じる皮膚にダメージを加え、骨折や打撲のような直ちに行動を妨げる怪我を与えないように作られている。刑罰としての無知打ちはかつては普遍的であり、現代でも一部のイスラム国家で行われている。また、教鞭を取るという制服があるように、 かつては教育の目的で世界中の学校で教師が無知を持ち使っていた黒板を指す指示棒としての役割と生徒への体罰に使う役割があったしかし現代は体罰が問題視され使われなくなった近年では SM のプレイの一環として死逆性趣味を持つ人間が用いる例もある棍棒や市内に近い形状のものは 武器としても用いられたが、紐状の鞭が戦闘に使われることはない。皮を編み上げたブルーイップ競馬用の鞭一本鞭英語では、ブルーイップという、長く柔軟な一本に編まれた鞭で、長さは1メートルから8メートル近いものまである。発祥は牛をコントロールするのに使われる農具。牛を覆うのに使っていたが、後に音を鳴らすウィップクラッキングと、的を狙うターゲットをウィップに分かれ、 アメリカ西部の競技などに用いられるようになった。無知を振った際に生じる大きな音は、無知の先端が音速に達して空気を叩いている音で、物体に当たって生じる音ではない。スティーブン・スピルバーグ監督の映画、インディ・ジョーンズシリーズの主人公、インディアナ・ジョーンズが使ったことで知名度が上がった。かつては、犯罪者に対する刑罰や奴隷に対する拷問に用いられたことも多く、 現代においても鞭打ち系が採用されている地域がある。また、BDSM で用いられることもあり、主にラバー鞭ととみ上げ鞭の2種類がある。ラバー鞭は、無知部がゴムチューブになっており、重量感とともに打撃が重い。編み上げ鞭は皮紐編んで1本にしており、丈夫な上軽いため打撃がシャープである。殻の先からすぐに鞭になるものを1本鞭と呼ぶ。 いずれも打撃面が細く、痛みが強いため上級者向けである。馬上鞭馬の尻などを打って、馬に指示を出すための鞭、長鞭と短鞭がある。競馬で使用する鞭は、ガラス繊維強化、プラスチック、クジラのヒゲ等の芯を、革等で被覆したものであり、馬体を傷つけないように先端には平たい革の板を取り付けたものが多い。イギリスなどでは、鞭を何度も使用することは、 動物虐待であるとして、競馬での使用回数等に制限を設けている。なお、中央競馬では2017年により、ルールの国際調和及び動物愛護の観点から、競争において機種が使用する鞭をパッド付け鞭に限定する。鞭等以降の中国などで用いられた竹、木、金属など、材質や長さが様々な競馬上の武器及び保具。鉄でできたものは、鉄 それ以外は、高ムチという、日本の十手も同種、柄となる部分以外には、威力を増すために、竹のような節などが付けられている。中国の刑罰でムチ打ちとあった場合、紐状のムチではなく、棒状のムチを刺す。成人男性が全力で殴りつけるので、刑の途中で死亡する者も,もいるほどであった。フレイルコンに分類される武器であるが、ムチの特性も持っているもの。複数のコが、 紐や鎖などでつながっており、フルート、なぎ目の部分を軸にして、先端部分が加速するため、ただの棒状の根やメイスを振るうよりも高い打撃力を生み出すことができる。ただし、先端部分の動きの制御が難しく、味方や自分に当たる危険性があるという、無知と同様の弱点も持っている。三節根などが有名、キャット・オブ・ナイン・テール柄に9つ。 もしくはそれ以上の数の革紐を取り付けた拷問器具。一度の振りで多くの耳ずばれを起こす。棒が多い分一本一本の威力が低く、戦闘用には向かないが、拷問用としては致命傷を与えにくいことが長所となる。バラムチとも称する、リボン新体操で使われる、プラスチックのボートナイロンの布でできている、スラップスティック、ムチを参照。音楽的効果として使われる、打楽器。 日本無知競技協会競争ルールの変更及び全集パトロールビデオの全レース公開を行います。日本中央競馬会2016年12月13日閲覧ありがとうございます。